全国のポケモントレーナーの諸君、元気してるかな。わしの名前はアーキドじゃ。今回は去年ポケットモンスターソードシールド実況パート1で奇跡的に手に入れた、この鳥柄アーマーガーの色違いじゃな。こいつを特製パッチを使うことによって特性をミラーアーマーに変えることができました。今回の冠の雪原で特性パッチが追加されたおかげなんじゃの。今回はこいつ鳥柄を使ってロングバトル活躍させていこうと思うぞ。現環境鳥柄結構きつい気がするが頑張っていくぞ、ピッピガチ。マッチングいたしました、熊野プーさん、よろしく頼むぞ。ハチミツ食べたいな。相手がエースバーン、ボルトロス、なんでデスバーニング、バッサム、サザンドラ、マンムっていうパーティーじゃな。これはねちょっと困ったね。ちょっと困っちゃうね。これアーマーが出せないよ絶対。まあ出すんですけどね。はい、これこの動画撮るとき撮るのはアーマーガーのために動画撮ってるんで出しますけど、だいぶきついぞ。でランドロスかな。いやーかなりきつい選出してる。さあプーさん、なんかかわいいねアイコン。とても無職のプー太郎には思えないんじゃな。相手初手デスバーニングを繰り出してくる。デスバーンって何やってくるんだ。わしデスバーンいまいち型がわからないんじゃが、こいつ何やってくんの。これもう初手トリプルアクセルぶちっぱなしていいかな。ぶっぱなします。さあトリプルアクセル成立していく。やべやべ、ビースティングブースティングがさまよう魂になっちまった。さあ当てて、3回当ててこのダメージ、ステルスロッキング。これ相手ここ下げてくるかな、それともデスバーニング切ってくるか。こらえる、なんかこらえてきたんだけど相手。おい外していく。もう一回トリプルアクセル打ちます。相手またこらえてきたぞ。これな、何してくんだろう。こらえる連打して、これこらえるされると相手死なないもんな。逆にここアーマーガーに下げるってのは、アーマーガーに下げるってのはありじゃねえ。ビルドアップできるし。さあ今の身で行動が速くなってフェローチェをしっかりと下げていく。アーマーガーにぶち刺さっていく。置き土産、ぬぬぬぬぬぬ、ミラーアーマーでしっかりと受け取らないでいく。もう勝手にお前土産を渡してくるなよ本当に。さあここでしっかりしっかりとミラーアーマーが生きてきました。食べ残しで HP を回復していく。でエースバーンを繰り出してくるんですが、エースバーンに対してはこっちあのランドロスいるんで、ランドロスに下げていくと。でしっかりと威嚇をぶち込んでいく。気合ダメってあれだっけ、急所必ず当たりますよみたいなやつだっけ気合ダメって。だからここ眼風でよくない。眼風で、いや急所で一撃で死ぬかな。いやでもビーブリだからな、死なないと思うんだけど。相
相手の技次第かな。乱数で各1なのか。ダイジェット。で、くー、耐えてゆく。で、素早さ1段階上がるけど、まあ岩石封じ当ててさえくれれば問題なくね、相手の素早さアップを相殺することができると。ここも岩風でいいな。で、ダイジェット打ち込まれて、ランドロスはこれでさすがに耐えずにやられていくと。いや、これ難しいな。フェローチ出しても多分抜かれると思うのね。で、アーマーガー出したところで巨大火球でぐちゃぐちゃされると思うんだよ、アーマーガー。ってなると、ここフェローチェ出してちょっと暴れてもらってってやるしかないか。でもダイマックスからのダイウォールダイジェットのムーブの方が良かったかな。これ相手視点からすると、多分ダイジェット打ちにくいと思うんだよね。かといってインファイト読むんだったら、相手ダイジェットじゃなくてダイバーン打ってくると思うの。だったらここインファ押しといた方がいい気がすんだよな。よし、巨大火球は、あれ、こいつって特性だけだよな。持ち物は効かないもんね。大丈夫だよね。あ、やべつうかさ、わしさ、ガバプしちゃってさ、今さ、皆さんお気づきかと思うんですけど、わし今のエアプしちゃって、あれ忘れてましたステルスロック忘れてましたわ。で、こっからダイジェット打っていくしかない。でも相手 S しか上がってないし、もう大丈夫じゃねえか。さあ、ここはしっかりとダイマックスを切っていく。いや、鳥柄ならいける。わしと一緒にな、冒険してチャンピオンになった。この鳥柄だったらきっといけるに違いない。あ、うざ。あ、なるほど、こいつボディープレス持ってるかなっていうあれにかけたのか。ボディープレス持ってない読みでこれしたのか。なるほど、相手上手だな。もうダイジェットここ連打するよ、わし。あ、火炎ボール打ってきた。外したー、しゃー。これまだワンチャンあるよ。全然ワンチャンある。ラストが相手物理ボケだったらもう終わる。これフェローチェのプレミアをしっかりとアーマーガーさんが帳消ししてくれたね。相手の火炎ボールをマンムーは微妙じゃね。マンムー微妙じゃね。ダイジェット打ちます。さあ、ダイジェット打ち放っていく。いや、ダイジェットで半分でしょ。フリーズドライ、相手の方が早いから羽休め打ってビルドアップしてで積み勝ちでしょ、これ。羽休め打ってで HP 回復して、あ、でも自信打たれる可能性あんのか、羽休めすると。これビルドアップして
耐久上げてドリルくちばしで終わりでいいと思うんだよな。ビルドでいいな。さあビルドアップしていく。危ねえ、羽休めを押したら地震飛んでくる可能性があったから。おーし、危ねえ。まあ安定卓取れたね。であとはもうドリルくちばしでツンツンしてればおでんツンツンつってマンム死んじゃうからな。ツンツン、フリーズドライ、よし勝ちました。今回アーマーが大活躍じゃったな。いやさすがわしと一緒に歴戦を乗り越えたトリガルなんじゃな。対戦ありがとうございました。マッチングいたしました吉沢さん、よろしく頼むぞ。相手がブリザボスピクチー、ゴリランダー、エースバーニングカバー、ガラルファイヤーということで、まあ、フェローチェは初手選出でいいと思うのな。うん、でブリザポスがいる場合ちょっときついな。エースバーン出すか、うん、でアーマーガーという感じで、だブリザポスもさ生半可な攻撃じゃ倒せねえんだよな。うん、でもまあこの並びで行くしかないと思うんだよね。なんか受けポケが、まあ、ランドロスとカブレヒレが主にね受けるポケモンっていうわしの中でイメージがあるんだけど、こいつら選出できねえのがちょっとね心配っちゃ心配。うん、まあでもこの並びでいくか。アーマーガーはもう絶対選出しないといけない縛りなんでわしよろしくお願いします。さあ吉沢さんよろしく頼むぞ。さあ相手初手ブリザボスを繰り出してきた。でブリザボスに対してはもうわしのベローチェちゃんがなしっかりとインファイトをぶっ破していきたいんだけど、裏のポケモンでインファが効かないのはピクチーとかかな。うん、なんだらここもインファ押し毒なんでインファイト押します。さあインファイトぶち込んでいく。おお、ブリザボスを一撃でぐっちゃぐちゃにしていく。あ、これフェローチェだけで終わりよこの試合。これフェローチェだけで終わりの流れ来ちゃったけど大丈夫かな。アーマーが使える、エースバーンを繰り出してくる。でエースバーンに対してはもうこっち先制でインファイトぶち込めるんで、インファイトぶち込んでいっていい。あ、でもスカーフだったら話は別なんだな。あ、でもスカーフでなんかやってきたとしても飛び跳ねる打たれない限りはインファイトでいいから、ここインファぶっぱで、あ、ダイマックス切ってくる。まあダイマックス切ってきたとしても、まあ、残念ながら、わしの方が先制で動けるので。って、お前巨大マックスじゃないのか。なんだよその広がり。お前巨大マックスじゃないエースバーンなんて、ただのお前サッカー少年じゃからな。プロサッカー選手にはなれん。で相手はダイジェットここ積んでくる。で一回ダイジェット積まれちゃうとエースバーに抜かれてしまうんで、これはもうしょうがないかな。これはもうしょうがなくて、でここねダイナックル打たれるのが一番きついかも。まあトリプルアクセル押しときます。まあダイジェット積んでくるよね。まあこれはしゃあない。まあこれはしゃあなくて、素早さ2段階上がってしまったので、これエースバーンでも抜けないんでアーマーガー出して、初手ダイウォールからのダイジェットを打っていくしかない。
さあ色違いしっかりと発動して、ダイマックスからの大ウォールを、詰まって、挑発の大ウォールと、さあわしもダイマックス切っていくぞ。アマガー様を舐めるんじゃない、しっかりとダイマックス切っていく。まあ本当は不利なんだけどな、多分本当は不利なんだけどダイマックスしてるから大丈夫だろっていうわしのアマちゃんな考えが出てるな。さあで、ここダイジェットをしていって、多分火炎ボール一発ぐらいだったら耐えると思うけど、抜群だけど HB ぶりだったよな確か。あ、飛び跳ねるを打ってくる。まあ飛び跳ねられてもむしろありがたいね、むしろ飛び跳ねるはありがたい。これ全然ダメージ食らわないよ。もう一回これでダイジェット打てるから、飛び跳ねる食らって痛くないです。何そのひょろがりな足、そんな足で蹴られても痛くないよ。バイバーイ。ぐちゃぐちゃ。さあひょろがりをしっかりと神砂嵐でぐちゃぐちゃにしていく。ワンチャン麻痺にかけたのかもな、飛び跳ねるで。麻痺ってたらわし今頃コントローラーコッパみじんになってたが、コッパみじんになったのはエースバーンの方だったんですね。あー、ピクシーはやばい。え、ピクシーって何やってくる？マジカルフレーミングとか覚えてんのこれ。初で挑発打った方がいいかなこれ。これ初で挑発なんかめんどくせえことやられる前に挑発打って、相手ポワーンってなって、でこっちビルドアップ積みまくって相手は死ぬ。あ、怒っちゃったの。ゲーピー、ゲーピー怒っちゃった。うわちょ待って、痛いんだけど、結構痛いんだけど、これ羽休めでさ受け成立してないよな。まあ、羽休め打って相手大文字外せばいいんだ。そうだそうだな、羽休め打って相手大文字外したら殺せばいいんだ。なんで当ててくんの。あ、受け成立してんじゃん全然これ。あ、成立してるわ。まあ、成立してないんだけど、羽休め連打でなんとかなる。やけど引いたらうんちって感じ。よーし、外していく。ここもう一発挑発打つ。あ、怒っちゃったギーピーね。癒しの願い出せないね。かわいそう。ここビルドアップでいいな。ビルドアップしてで、相手は何打ってくるのかな。大文字、効かないんじゃの。ほう、あいや、もうやけど引いちゃったやけど引いちゃったなんでやけど引くかな。でもここはもう羽休めでいいよ。羽休めで余裕。はい、羽疲れちゃったな、ちょっと休んじゃおうっと。当てすぎなんだけどお前。まあ、これで大文字、あ、待って、最大で大文字 PP 何本までいくんだ。 8? 最大で8か。8で、これで挑発打てるようになったからわしはここで挑発を打つと。
あぶねえ、勝ちました。はい、ということで今回はこちら鶏ガラを使ったんですが、気持ちよく2連勝飾ることができました。本当に2連勝だからね、いつもなんか負けて、あ、この動画使えないなみたいな感じになるんだけど、今回はやっぱりね、ガラルチャンピオン、鶏ガラさん最強じゃからな、わしと一緒に冒険を乗り越えたその力によってな、2連勝をもぎ取ってスムーズに動画が撮れてしまったんじゃな。まあ今の環境ちょっとね、アーマーガー使ってる人少ないから、やっぱりね、鉄かぐやっていう超ライバルがいるから、まあなんか微妙かなって思ったんだけど、思ったより相手にね、ちゃんと機能してくれてよかったかなって思います。これからもポケットモンスターソードシールド冠の節電実況上げてきますので、ぜひともチャンネル登録お願いします。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピガチュー。